それではスタートします。5秒前4 3 2 1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番。マシンがゴールしました。それではスタートします。5秒前4 3 2 1番、2番、4番、5番、7番、3番、6番。もう一丁です。なんかすごい音。
のマシンがゴールしました。それではスタートします。5秒前、4、お口チャックしたけど、3、2、からん、あ、なんや、治ったか。はい。返事した。つくな、つくな、つくな。
点です、6点です。結果は予選と一緒の5位ということになりました。途中ねいいところまで行ったんですけれども、ちょっとボディがこう絡んだりとかね、今いろいろありまして、結果まあ落ち着くところに落ち着いたみたいな感じで、タイムは悪くなかったんで、順位はともかく内容的には悪くなかったのかなと。ただやっぱりポイントは予選ですよね。1回目がせっかく2番手つけてたのに、2回目が終わった時点で5番手まで下がっちゃったっていう、そこのこう詰めの甘さですよね。2回目完全お気に入ってましたからねもっと攻めなきゃね、予選なんでね。やっぱそれがもう決勝でももうスタートからポーンといけないという状況になりましたので、我慢の展開があったという部分につながるので、やっぱり予選は予選でやっぱ大事、少しでもやっぱ前から決勝でスタートした方が有利だなというのが改めてね、今回感じられた部分だったと思います。ただ本当に今回は練習走行からすんごく状態が良くて、今までにないって言うたら怒られる多分今日もねめっちゃ陽気走ったんですよ。600何周かな走ったっていう、やっぱり走り込むって大事ですね。でもその間にこうだいぶこう車の感触もつかめたりなんかしましたので、これでさらにですね走り込んでいきまして、大きい目標がありますからね。それに向けて今度マニュアリでもスーパー GT のその本チャン前に一回そのレギュレーションでのレースということを予定されていますので、そこにもう一回挑戦してみたいなと思っております。今回もギア比のこととかボディ重量もね微妙なんですけど、98か9かぐらいになっちゃっ なっとったんですよ。でもう一回シューグー塗って 100g に調整したりとかしてたので、やっぱりレースレギュレーションというのはしっかり守らないとね、レースに出る以上は。でそれをこうレース当日になってごちゃごちゃってするとなかなかこうリズムに乗れないところがあるので、前もって余裕持ってレギュレーションに合わせた車作りをしておいた上でしっかりと調子を上げていきたいなというところが、今回一つ感じた部分というか収穫だと。ちょっと今回紹介はできなかったんですけど、自称チー横仲間予選から一緒にレースには出てたんですけれども、で彼の車をこう見ながらいろいろこう、自分のアドバイスがおこがましいですけど、伝えられる部分は、いろいろ共有してね、でいろいろやってたんですけれども、またそういうのも同じチーム横、自称チー横ユーザー仲間がねごちゃごちゃなんで、そういう人たちとの、交流とかしながら一緒に高めていければなと思っておりますので、またレースに限らずサーキットなどでも同じくこう横もユーザーの皆さんと、一緒にね、高めていければなと。もちろん横もに限ったことじゃないんですけどねどのメーカーも他のメーカーの車も使ってますんで別にそこにこだわる必要はないんですけれども、特にね横もに関しては私もいろいろと横もの方から情報をいただいたりもしてる部分ありますので、そういった部分が共有できれば、もっと楽しめるんじゃないかなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。いろいろ収穫の多いレースとなりました。